期のイベントすっごく盛り上がって SNS でもプチバズしてるしね。あなたの SNS にあった神様みたいな投稿って一体？ああ、あれね、あれは秘密なんだけどね、来週あるクラブのイベントに DJ ろくろ様が来るらしいの。その情報ってどこから手に入れたんですか？お客さんからだったかな。私がすごい DJ ろくろ様のことを崇拝してるの知って情報を仕入れてきてくれたみたいなの。なるほど。 DJ ろくろに会ったことは？それがお話ししたことはないの。神々しくって話しかけられないっていうか。そのクラブってどこなんすか？ここからもそんなに遠くないよ。ちょっと横道に入って地下にあるクラブで、ああこれこれ、ここか。ありがとうございます。よし、早速行ってみるか。そうしたいところだけど、まだ昼だしやってなかったりするんじゃないか？大丈夫大丈夫、今日はデイイベントやってるはずだから行けば入れると思うよ。ジロ、生きてるか？ああ、だんだん復活してきたぜ。しかしクソマズだった。あんなのを意地になって全部飲むなんてやっぱバカだろお前。なんとでも言いやがれ。喧嘩する気力も残ってね。ああ、ここだ、地下にあるクラブ。中は結構広いな。地下とは思えないくらい内装も綺麗だし。さっきのメイドが言ってた通りデイイベントやってんだな。人もいっぱいいる。調べた感じ、ここは1ヶ月くらい前にできたばかりの新しいクラブみたいだな。だから SNS での投稿が増えたのかも。なるほどな。お、DJ ブースもしっかりしてんな。な、今はそんなことはどうでもいい。 DJ ろくろについてスタッフに聞いて回ろう。ああ。で、どうかしたのか？そうか。ま、スタッフさんいたぞ。すみません、ちょっと伺いたいんですが。はい、何でしょう？ここのクラブで行われる来週のイベントに DJ ろくろが来る予定があると聞いたんですけど。 DJ ろくろ？いやいや、そんな大物が来る予定なんてないですよ。確かに来週イベントはありますけど、うちの店が主催のただの小規模なやつです。というか、もし DJ ろくろが来るなんていう予定があったら、ここのクラブに入らないくらい人が押し寄せてきちゃいますよ。やっぱりか。そんな気はしてたけど。あれ？あれってバスターブロスじゃね？本当だ！なんでここにいるの？秋葉原にバレた。あの、やはりバスターブロスの山田次郎さんと山田三郎さんでしたか。声をかけてもらった時からなんとなくそうじゃないかなって思ってたんですけど、もしよろしかったら飛び入りでラップを披露していただいてもいいですか？なあ三郎。ああ、そうだな。あの、俺らが飛び入りするのはいいんですけど、ついでに DJ の飛び入りもしていいっすか？ええ、別に構いませんけど。だってお前最初っからすっげーやりたそうに見てたじゃんか。僕らの目はごまかせないぞ。ほら、やってもいいって許可ももらったんだし、早速やろうぜ。俺たちのラップをお前のビートでさ。おっしゃ、そんじゃノリのいいリズムを頼むぜ。ここにいる全員も
僕らのラップで盛り上げてやるよ。おうよ、準備はいいか、オーディエンス。よ、俺が MC リトルブラザー、そして僕が MC リトルブラザー、レペゼン BB フロムブクロ、秋葉のみんな俺らとつるもん、 We are 2MC1DJ、 今日だけの特別な3人で盛り上げるフロア、ブッチョヘンザ、音が止まるまでずっとヘッパン。こっちこそサンキューな、楽しかったぜ。結局 DJ ロクロの情報は外れだったみたいだな。ガセだったのかもな。悪いな、秋葉原まで来てもらったのに。メイドさんもやっぱり DJ ロクロと直接話したことはないって言うし、彼女のお客さんからのデマって考えるのがいいかな。ま、何にせよ根拠のない情報だったってことだな。今日のとこは外れだったけど、またなんか情報が入ったらお前に連絡するよ。兄ちゃんからもお前を助けてやれって言われてるし、俺たちとしてもお前の助けにはなってやりたいからな。今日はわざわざ付き合ってくれてありがとな。いいんだよ、お前も師匠がいなくなったら練習見てもらえなくて大変だろうしさ。それに俺らも楽しかったし。この後どうする？もう夕方だし。なあ、僕はちょっと電子機器を見てから帰る。またモニターとか増やすのかよ。いいだろ、秋葉原には掘り出し物があるかもしれないし、せっかく来たんだから。お前も時間あるなら一緒に行くか。よし、そんじゃあもうちょい秋葉原をブラブラしてから帰ろうぜ。向こうさん、ほんとすごいっすよ。あんなヤバすぎるスムージー飲みきっちゃうだなんて。あれくらいでくたばってたまっかよ。くだらねえ勝負のためにも精進すべしってな。ま、見上げた根性だな。しかし口ん中が気持ち悪いぜ。メイドカフェで浮いた金の分晩飯に使うとすっか。ひとや、この辺で有名な唐揚げの店はねえのか。オーダーがピンポイントすぎるだろう。うるせえ、唐揚げとコーラをよこしやがれ。さっきまでかっこよかったのに、もういつもの空港さんに戻っちゃってさ。なあ、なんだ。バカラミユキの目撃された場所が分かっただと？なあ、ああ、分かった。明日俺が出向く。ああ、じゃあな。なんでそんなとこに。もしもし、俺だ。女が最後に目撃された場所が分かった。場所は何の変哲もねえ公園だ。俺は明日行くが、お前はどうする？何？悪いが、明日は病院から盗まれた薬品の所在が突き止められそうだから、そっちに行くつもりだ。女の方はお前に任せる。あった、リオは。薬品に関してはリオの助けを借りてるからな。リオは明日こっちと一緒だ。了解。女についてなんか分かったら知らせ。なあ、頼む。どれどれ、これが明日のイベント概要か。東都でも大阪でも引っ張りだこやなんて、人気芸人に休み言わないな。すいません、場所はスカイハイタワーですよ。なんや、でかいイベントやな。
主催のイベントオーガナイザーはモード・ムエって、この人の芸歴すごない？トートでは有名なイベントオーガナイザーらしいですよ。結構いろんなビジネスを手掛けてるとか。あへえ、すごい人はどこにでもおるんやな。そんでこっちが明日の進行表か。はい、お昼過ぎにスカイハイタワーに入ってもらって、ステージは夕方からなんで、その前にリハがあります。ヌルデさんのステージ含めて一つのイベントになってますんで、空いた時間で自由に回ってもらえれば。合点承知のすけ。まあ明日のイベントは楽しんでやらせてもらいますわ。